ゼント・ゲラート・ TA ・ R 駅ブダペスト地下鉄は、ハンガリーの首都ブダペストの地下鉄であり、BKV により運営されている。4本の路線があり、それぞれ路線番号及びラインカラーで区別されている。2014年に4号線が開通し、5号線の計画も具体化されている。1896年に開業した1号線は、世界でロンドン。 イスタンブールに次いで3番目、ユーラシア大陸では2番目に営業を開始した地下鉄であり、電気運転の地下鉄としては世界初の地下鉄である。地下鉄として唯一世界遺産に登録されている。なお、世界で2番目、ユーラシア大陸初の地下鉄は、イスタンブールで1875年に開業したトゥーネルであるが、これは地下ケーブルカーという特殊な方式をとっており、また、 走行距離も短いため、ブダペスト地下鉄1号線が、ユーラシア大陸発の地下鉄であると紹介されることも、多い。英雄広場の地下鉄1号線開業当時の、車両導入された最新の新型車両、ロッコチテル駅市内の交通を容易にする目的で、建設が計画された1号線は、アンドラー市通りの路面上への建設に反対された、ため、1870年に、 国民議会により地下鉄建設計画が受け入れられた。その後、1894年に、ドイツのシーメンスウント・ハルスケ社により建設が開始され、最新の機械と2000人の労働者により、2年足らずで、完成した。この部分は、完全に表面から、開作式工法により建設された。ハンガリー人カルパチア・ボンチ征服定住1000年祭に、 合わせて1896年5月2日に完成した。路線はアンドラーシ通りに沿ってブルシュマルティ広場からバーロシュリゲットへ南西から北東方向に走る。終点は動物園であったが現在は移転している。当初の駅は11駅あり、そのうち9駅が地下、2駅が地上にあった。路線の延長は3 7トルであった。 列車は2分ごとに走り、1日あたりの輸送能力は3万5000人であった。その後、1895年には、南北方向及び東西方向の2つの地下鉄路線が計画された。現在の2路線の最初の計画は1942年に立てられ、議会によって1950年に建設のための法令が制定された。2号線は当初東駅と、 南駅を結ぶために計画された。1955年開業の予定であったが、財政及び政治上の理由から、1954年から1963年まで工事が凍結された。最終的には、1970年4月4日に7つの駅が開業した。この路線は、東西方向に走り、現在までドナウ川を渡り、ブダ地区まで到達する唯一の路線である。 1>, 1号線とは、デアーク・フェレンツ広場駅で接続し、その後3号線も同じ駅で接続することになった。1号線は、1970年から1973年にかけて、所有車両の置き換えを含む完全な更新を受けた。その際、従来の左側通行から他の路線と同様の右側通行に切り替えられた。 1973年に2つの路線は延長され、現在の路線延長に達した。1973年には、ブダペスト交通会社が維持を引き継ぎ、現在も地下鉄を走らせている。1976年に3号線の最初の区間が開業した時に、ラインカラーが導入され、1号線が黄色、2号線が赤、3号線が青に決められた。 3号線の最初の法令は1963年に制定され、1970年に建設開始、1976年に最初の6駅区間が開業した。その後、1980年に南方の5駅区間、1981年、1984年、1990年にかけて北方の9駅区間が開業し、ブダペストで最長となる。 現在の20駅 17km が完成した。3号線は南北方向を結ぶ。1980年代から90年代にかけて1号線は大幅な改修がされた。11駅中8駅が元のままで3駅が再建された。駅は千年祭の時代が思い出されるような床、ベンチ、木の窓、照明が施された。 各駅が写真と情報により小さな博物館のようになっている。デアーク広場の地下通路に古い資料が見られる地下鉄博物館がある。2002年にはすでに世界遺産になっていたブダペスト・ドナウガ市トブダ城を拡大登録する形でアンドラーシ通りーーとその地下の一部として世界遺産に登録された。登録はこの物件が人類の技術的進歩の優れた例状として 評価されたことによる。これにより、この世界遺産を産業遺産に分類する専門家もいる。2006年より南西と北東を結ぶ4号線が着工されるも予算不足から工事が大幅に遅延した。2014年3月14日には最初の部分であるケレンフェルド駅と東駅を結ぶ 7.5km10 駅の区間が開通した。車両はアルストム製となる。 4号線の東駅ケレンフェルド駅将来的には、東駅から北東に、ボズナイク TR まで、ケレンフェルド駅から南西にマドルヘジーまで延長の計画があるが、現時点では実現可能性は高くない。現在は接続されていない、ブダペスト郊外電車の先天ンンドレ線とラーツケベ線、ジェペル線を南北に結ぶ路線として計画されている。 既存の地下鉄とは3号線、レヘル広場駅、1号線オクトゴン駅、2号線、アストリア駅、3号線及び4号線カルビン広場駅での接続が計画されている。現時点では構想段階である。地下鉄各線は1号線、2号線、3号線が集中するデアーク広場駅で接続しているのに加えて、4号線と2号線とは、 東駅で4号線と3号線とはカルビン広場駅で接続する。乗車券はエスカレータに乗る前に入り口のオレンジ色の国印機で打刻し有効化する必要がある。その乗車券は地下鉄駅を出るまで持っていなければならない。国印機で打刻すると駅情報とともに日付と時間が懸命に印刷される。乗車券は係員による検察がある。 係員は駅のエスカレーター付近にいることが多いが地下鉄のエリア内ではどこでも検察を受ける可能性がある。乗車券や定期券は係員の要求があれば提示する必要がある。係員は青い腕章と身分証明書を付けているが実際に検察を始めるまで隠していることもある。検察は頻繁にあり有効な乗車券を所持していない場合は 外国人でも罰金の対象となる。乗車する方向を確認するためには終点の駅名を知っている必要がある。それは駅と一般にはエスカレータに掲示されている。駅名は両方向のトンネルの壁に書かれている。2号線、3号線の駅は最近改修された駅も含めてすべての駅がバリアフリー化されていない。4号線は地上からはエレベータで、 アクセスできるが、車椅子の人は道路を渡る、地下道を利用することはできない。1号線は3駅のみがバリアフリーである。乗車券は、ニューススタンド、地下鉄駅、乗車券販売所、自動券売機、市内の HEV 駅で購入でき、地下鉄以外にも、路面電車、トロリーバス、登山電車、バス、ブダペスト郊外電車、HEV に乗車できる。 3駅までの区間乗車券300フォーリント、乗り換えなし乗車券350フォーリント、乗り換えあり乗車券530フォーリント24時間、乗車券1650フォーリント72時間、乗車券4150フォーリント1週間、乗車券4950フォーリント1ヶ月定期券1500フォーリント3。 火月定期券3万1500ホリンと5カ月定期券1万6200ホリンと1年定期券12万6000。ホリンとブダペスト地下鉄は朝4時30分から走り始め、最終電車は23時10分にターミナルから出発する。ラッシュ時は平日の朝6時から8時と昼14時から17時までであり、2から3分ごとに運行される。 早朝および夜間は10から15分間隔である。クリスマスイブには通常15時までしか運行されない。大晦日には営業時間が延長される。地下鉄4路線の総延長は 38.2km であり、52の駅がある。2004年の統計では、ブダペスト地下鉄の平日の利用者は約127万人である。 2003年の利用者数は3億1500万人であり、1日あたり86万人となる。ありがとうございます。